キングオブコントの炎上事件7選1空気階段。2021年キングオブコントチャンピオンに輝いた空気階段。しかし過去のコントで障害者を差別しているのではないかとの疑惑がありました。そのコントはチャンピオンに輝く前年、2020年のキングオブコントファイナルステージで披露されたネタ。ネタの舞台は定時制高校で、鈴木もぐらさんが男子生徒役、水川かたまりさんが女子生徒役を演じていました。ネタの内容は男子生徒がおたけびしかあげないものの、女子生徒はそのおたけびで何を言っているのかがわかる、そんな二人のラブロマンスというネタです。しかしこの男子生徒の設定が知的障害者を揶揄した表現ではないかと炎上。当時ツイッターでも批判の声が相次ぎ、大炎上と表現するメディアも。一方多くの視聴者は知的障害者ではなく、ただ滑舌の悪いおじさんとしか認識しておらず、ごく一部で炎上しただけのようです。空気階段は2021年もパクリ疑惑でプチ炎上しましたが、実際はほとんどパクリには当たらず、ただネットの神経質な人が騒ぎ立てただけとあしらわれています。2ゾフィー。2017年のキングオブコントでファイナリストとして出場したゾフィー。披露したネタでは、母親が家を出て行ってしまっていた男子学生とその父親のやり取りが行われていました。ただその中でボケの上田浩平さん扮する男子学生が何度も母親のことを飯を作る人と呼び炎上してしまったのです。男子生徒が帰宅早々、母さん、飯、と連呼したり、母親が出て行ったことが分かっても、どうすんだよ、飯ねえじゃん、子ご飯のことばかり考えているというネタ。さらに母親のことを、飯を作る人、と認識したり、電話帳には、飯、と、登録したり、挙句の果てには母親が帰ってくることが決まった時には、よかった、飯帰ってくるんだ、取り放つ男子生徒の異常さを最後までネタにし続けたコントでした。あくまでそういった母親へのひどい扱いをネタにしたコントであり、審査員をしていたサマーズの三村正和さんも、お母さんは飯じゃないんで、とフォロー。しかしネットでは、いくらネタでもさすがに不愉快、面白いの前に不快が来た、特言を呈する声が相次ぎました。実際に妻や母親を飯を作る人と認識している人がおり、それを苦痛に思う女性もまだいるため、ネタにするのが早かったのではないかとも言われています。3ニューヨーク。キングオブコント2021のファイナリストとして出場したニューヨーク。その年は空気階段のネタのパクリ疑惑などもありましたが、最も炎上したのはニューヨークの屋敷ひろまささんが審査員の松本人志さんに噛みついた事件でした。ファーストステージで結婚式場の打ち合わせに関するネタを披露したニューヨークでしたが、結果は453点で最下位敗退が決定。敗退が決まると屋敷さんは審査員の松本さんを指さし、松本さんがみんな笑うなとか言ったからや、やり直しを申請します、あの人の影響です、と声を上げました。松本さんは笑いながら反論したりと、あくまで掛け合いの雰囲気はあったのですが、視聴者にはあまり伝わらず、ニューヨークの2人の態度について視聴者から批判の声が上がり炎上状態に。出場以前からテレビで活躍していたニューヨークの2人ですが、以前から態度が悪いとの噂があり、それもあってなおさら悪く映った節もあります。ですがこれに一番怒っていたのはタレントの香港さんでした。屋敷さんは騒動の後、香港さんから逃げ回っていたというトークをしたり、香港さんも別にキレてはいないと言ったりして騒動は落ち着きました。4三村正和。長年キングオブコントの審査員を務めてきたお笑いコンビサマーズの三村正和さん。しかし2020年での審査内容が炎上してしまうことになりました。事件が起こったのはファーストステージに10組目で登場したジャングルポケットへのコメント。他の審査員は90点台の高得点をつける中、88点という娘の点数をつけた三村さん。しかしその理由について三村さんは、僕の思う展開と違う方向に行った、ちょっとね、最悪でした、とコメント。この審査内容がネットで、ずれてる、ただ見ているだけで視聴者以下、と批判殺到。
他にも松本さんのつけた点数と差があった時にやっちゃったという表情をしたり、同じファイナリストのニコンの社長への点数も批判の対象に、三村さんは自身の好みで点数をつけていると以前からも言われており、審査員を変えてほしいという声が上がるまで炎上してしまいました。その時の炎上がきっかけとなったのか、次回の2021年から審査員4人が一新、歴代王者の東京03、飯塚さんやかまいたち、山内さんなどが加わり好評を博しました。5. アルコ&ピース。キングオブコント2013にファイナリストとして出場したアルコ&ピース。バラエティ番組などに多く出演し人気のあるコンビですが、その年に披露したネタに苦情が殺到するという事件を起こしてしまいました。ネタの内容は酒井さんが人間の精子に扮し、受精するのに体内で迷ったから電話で平子さんに説明を受けるというもの。準決勝でやったネタを決勝でもやるという方向性は局側にも伝えてはいたのですが、コント披露後にアナウンサーから TBS に苦情が殺到しているとのコメントが入るほどお茶の間には合わなかったよう。番組の放送時間は食卓を囲んでいる家庭も多い時間、その時間帯に放送するにしては生々しいネタだったという事情も影響したと言われています。アルコ&ピース本人たちも優勝して苦情殺到ならいいけど滑ってたんでと落ち込んでいました。ですがその後裏側配信で小籔さんが平子さんのお母さんに電話でインタビュー、小籔さんが息子さん頑張りましたよと伝えると、お母さんも炎上したネタになぞらえ、息子を受精して本当に良かったですと幕返し、救いになった出来事もありました。6. ドブロック。キングオブコント2019で優勝したお笑いコンビドブロック、普段からもしかしてだけどのフレーズを用いた歌ネタや際どい下ネタを入れ込んでいく芸風でしたが、キングオブコントでもこのスタイルを貫きます。ファーストラウンドから大きな一物をくださいというミュージカル調の下ネタを披露し、2本目も存分に下ネタを盛り込んだネタで高得点を叩き出しました。大きな一物という明らかな下ネタではありましたが、審査員にも観客にもかなり受けていたという印象。ブレずに1回目も2回目も下ネタで優勝を飾ったのですが、これには納得できないと批判するファンも多かったのです。お笑いファンの中には一定する下ネタで笑いを取ることが不快に思えるファンもいるようで、当時のツイッターでも下ネタが嫌い、だからドブロックも嫌い、そんなドブロックが優勝するキングオブコントはつまらないという意見が多く見られました。しかしドブロックの2人もふざけてではなく真剣に下ネタで勝負していますし、誰かを傷つけるようなネタではないとの擁護の声も多かったようです。 7. バッファロー五郎。2008年、キングオブコント初代王者に輝いたバッファロー五郎。しかしそのチャンピオン選出には視聴者の理解が全く得られず、黒歴史として語られることになってしまいました。問題があったのは初回のチャンピオン投票方法。今とは異なり、ファイナリストになった芸人たちが口頭で最終決戦に進んだ芸人に票を投じるシステムになっていました。最終決戦に進んだのは吉本所属のバッファロー五郎、初期吉本勢のバナナマン。バッファロー五郎には同じ吉本所属の天竺ネズミ、ロバート、チョコレートプラネットなどが投票した一方、バナナマンには日吉本のザ・ギースの一票のみ。視聴者側から見れば明らかにバナナマンの方が面白かったのに、所属事務所でこれだけの票差が生まれるとさすがに裏があると思ってしまうのは仕方ありません。これが事務所の力を使った明らかなやらせではないかと炎上する騒ぎになりました。翌年から審査方法が一新されるなど、まさに黒歴史になってしまったキングオブコント2008、優勝者が犯罪者になってしまった2010と並び、 TVer などで過去の映像が見られなくなってしまっています。ただ優勝者が犯罪者になってしまった大会と同じ扱いを受けることについてはいくらか同情の声も上がっています。今回はキングオブコントの炎上事件7選を紹介しました。今後もお笑い芸人に関する動画を上げていきますので、高評価、コメント、チャンネル登録
ャンネル登録よろしくお願いします。